イオンモールカスカベは埼玉県カスカベ市に所在するショッピングセンターである。2013年3月5日に開業した。イオンカスカベ店を各店舗シネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズカスカベを純各店舗に約180の専門店が入居して開業した。埼玉県内のイオンモールブランドとしては8番目に開業した。正面玄関上には カスカベのオーダコをモチーフにした二つのオーダコのディスプレイがある。計画名は、KT インセンスパークで、株式会社 KT インセンスモールにより、イオンモール側のセンターブロックとビバホーム側のウエストブロックで、商業事業者の誘致、開発が進められた。暮らしのアミューズメント施設をコンセプトとし、開発の過程では、センターブロックの二角一モール型ショッピング棟に加えて、 ウエストブロックにシネコンネや山直センターや大型専門店を設ける構想、ショッピングネとシネコンネをブリッジでつなぐ構想、アウトレットネを加える構想があったが、開発地の形状が虫食い状態であることに加え、商業施設面積の縮小の影響もあり、現在の形に落ち着いた。なお、島忠し側は範囲外であるため、この計画に、 イーストブロックは存在しない。イオンカスカベ店を各店舗、シネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズカスカベを、純各店舗に約180の専門店が入居して開業した。この開業時の専門店のうち地元企業の出店は8店舗と5%未満であった。開業時には、手芸、雑貨専門店のパンドラハウスやペット専門店のイオンペットなど大人向け趣味にも対応した。 専門店を入居させることで来店客の滞在時間を長めにしようとする店舗構成としていた。シネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズは大高以来や、また当館はワーナーマイカルシネマズ最後の新規開業施設でもあり、運営会社のワーナーマイカルがイオンシネマズと2013年7月1日に合併してイオンエンターテイメントとなるのに伴い、劇場名を 日本シネマに変更することになった。出店している専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間のご案内を参照。開業前、埼玉新聞によると基本証券は、久喜市から千葉県野田市までの自動車30分券を見込んでいた。また、 カスカベ市平成二十四年三月定例会と六月、定例会環境経済部長の意見によると、トーモールの出店により、市内の購買力流出を食い止め、好影響を与えられると考えている。二千十五年十月八日の埼玉新聞によれば、トーモールの影響により、カスカベ駅東口に所在する西部カスカベ店が、開業前は二千十二年が百四十億円だったのに、対し、 2013年が113億円に落ち込みさらに2014年は108億円まで落ち込んでしまった。特にイオンモールが開業した2013年は対前年比27億円の大幅な減益を記録してしまった。トウモールが開業した影響が大きいため西部カスカベ店は2016年2月29日に閉店することを決定した。隣接地は 新4号国土と国道16号と交差する昭和インターチェンジに近く産業集積地区として企業誘致が行われている。昭和インター周辺地区は2013年6月現在109.5ヘクタールを産業指定エリアとしており現在開発中を含め14件立地されている。なお2014年3月にスーパービバホームを各店舗にした インセンスモール西ブロックが立地された。また、周辺道路の拡幅整備も行われる予定である。ありがとうございます。